なんかトミーだけヨーロッパだったら僕指示出せるんで、うん、そういうことね。最強の映像って何かっていう人どちらも間違いなく簡単に言ったら仲良くなれると思う僕ら2人は27まで運転は怖くてできなかったです、はい、今そんなことないんだよこの人なんですそれ。いやいやいやミスはどうせ喋んないからって言う来てもらいますけどねその場合絶対来てもらいますけどね何にもしないよ本当におーわーめっちゃむずい。もうやっぱもう正面喧嘩って大丈夫か。ジャングルのリベンジで、あの評価なんか探し、はいはいはい、かわいいやつね。すげえ鹿だったりするじゃないですか。いやそれはトラな。トラかトラ。違うそう。リベンジでもねえしな。リベンジはジャガーをがいるっていう。あそうかそうか。ジャガーいたらこんな猫みたいなやつがいたっていう。うん、あの空気感は僕大好きですよね。あそのトラ。トラの方？トラの方ですね。はい、そうですね。最初のやつ。そうです、そうです、そうです。最初のね。嬉野さんが鹿でしたっていうやつ、ね。あ、そうです、そうです、そうです。危機感がすごかったもん。おじさんたちが真面目だもん。真面目だ。真剣なの。本当に食われるかもしれないって思ったんだ。思ってたもん。鹿一頭であんだけやってる。いや、そうなんですよ。その感覚はあるんですね。本当にトラがいるみたいな感じじゃないですか。その感覚はあるんですね。だって終わってみればそうでしょ。まあそうですね。終わってみたら中にはトラだトラだと思ってやってた。はい、いやでもいろいろ好きなのありますけど、やっぱなんだかんだベトナムの銃弾、うん、あれはやっぱりユーチューバーがみんなやりたいであろう企画の一番そのもう最高峰な気がして。確かに目の付けても良かったんだよねベトナムっていう、うん、確かにもう二十何年も前のまだベトナムなんでやっぱりねちょっと危ない匂いはするんじゃない。本当にあれが危ない匂いで進んでるのがおかしいです。それでねタレントそういう株に乗せてた、はい、で縦断するっていうのはさ人いっぱいいるところ行ってだからあれは本当に俺はやりたくはなかった。いや本当ですか。危ないから危ないことは嫌なんだから俺はなんか怖くて、はい、だったら俺が走りたいって思ってたぐらい。ああなるほど。もうやらすのが嫌で、あなんか起きた時に、うん、なんか起きた時には嫌でって言うけど増井さんがいややりましょうよっていう、はいはいはい、なんか男気的なことを見せたんで、いやあれは完全に大泉もいやもうこれはやりましょうっていう男気だけしかないよね。だからもうあれは完全に、まあ、事故起きんだろうなっていう前提でやってたって言ってくる。あもう最後かもしれないぐらい、まあ、もう最終回って分かってるから、うん、やってるからまあ引かれるとかあるかもしれんなみたいな。ダメですダメです。いやダメなんだけどでもそれはねあったよな、まあ、ちょっと博打じゃないけど賭けでやってる。事故ったらやばい事故になるよ。でもだからそれって多分なんか綱渡り的なところはあったから、うんうん、あれはだから見てる方にも、まあ、その緊張感っていうのは非常に伝わっただろうなっていう、うんうね、だから今やれって言ってもまあできないよね。昔はねその電波少年とかでさ、うん、もっと危ないことやってたんだけど、うん、あの彼らがやってたなんか危なさとはまたちょっとね路線が違ってうちがやるっていうのはもしかしたらできるかもしれない俺たちにはっていう、うん、電波少年のユーラシア大陸を確かにあれもできないのよ一般人は絶対に、うん、もしかしたらいや危ないなと思いつついつか確かにバイクで、うん、ベトナム走りたいなっていうこのギリギリのところがうちにはあるのかなっていう気はするね。やれないわけじゃないっていう。あとなんかなんか画面の感じというかがもう後ろ姿と風景だけが流れてるのに、ね、やっぱ未だにやっぱ 見たいし見ちゃうし、うん、まあ結局バックショットになるよねみたいな感じでやってるまあしょうがないよねみたいな。すごいっすね。あれ狙ったわけではないっていうところが多分正しいんだと思うんで、やっぱり最強の映像って何かっていう一つ論理があって、はい、マラソン中継。あー、うん、確かにあんな同じ。いやマラソン中継以外確かにねやってるよ、いろいろバイクで追い抜いたりとか、うんうん、なんかやってはいるけど基本こうでしょ。基本こうですね。こうやって走ってくるやつをずーっとそんな展開ないでしょマラソンって、まあ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 、でもあれ3時間見ちゃうじゃん。いつか抜かれるかもしれないとか、うん、いつか事故が起きるかもしれない、うん、だから同じよ。じゃあ初っ端の放送の時とかって結構ドキドキだったんですか。そうそうそう。どうしたらいいのかなっていう実験的な感覚があって、うん、それはありますよ。最初だってねそのベトナムじゃない時にそのカブでさ、はい、日本を縦断したでしょ、うんうん、その時はそのワイヤレスマイクを仕込むっていうね、うん、そういう頭すら我々なかったよ。ベトナムだからバーってなんか走って
どっか止めてどうですか、どうですかまだバーってそれをやろうとしてたよ、やろうとしてた。でもベトナムの時も途中でなんか聞こえなくなって、まあね、なんかそれあるよね、誰かが持ってくるとかね、ミスターずっとそのまま喋んないみたいな、ミスターどうせ喋んないからっていうめちゃくちゃですけどね、そんなめちゃくちゃですけどね車の運転できなかったの？ここ数年で運転するようになって、うん、2人とも運転できるようになって、僕ら2人は27まで運転は怖くてできなかったです、はい、今怖くて、だからどうでしょう、始めたのが31、はい、車好きだったからね俺今の、うん、僕らの世代って車乗らない人も多いんですよ、ね、多いよね、そうなんだね。アメリカって初心者にすごいいいと思う、車運転するの走りやすい、優しさで、優しさで、道はもう走りやすいからっていうおすすめですか。そうそう、走りやすいから遠い、ヨーロッパは無理、ダメだけど、あ、そうなんだめっちゃ苦戦してますもんね、その毎回ロータリーとかめんどくさいからね、めんどくさいし、南部のイタリアとかって絶対多分走れないと思うけど、イギリスは日本と同じ左通行だけど、いきなり右で変わる、いきなりさ空港ついてレンタカー借りて右に行くってできないよ、怖いですよね確かにそうっすね、えふとした時危なってなっちゃうんですか、いつも通りの方に入っちゃう、そうそうそう、だから全員でもう転校してるよねこっちで指差し確認ねそうだ、そうですよね、ハンドルが違うからあらゆるものが多分違うんじゃない、違う違う、あだからウインカーとワイパーと間違えたら絶対、だからまあ我々はその面白さっていうのはうちの番組やり尽くしたんで、君らがね今更やってもどうにかね、後ろは全部わだちなんだよな、ね、なんとかそういうのも欲しいんですけどね、全部やり尽くしてないギリギリのところだけパスしてもらいたいんですけどね。神田君かなり慌てそうやな、慌てると思いますよまだだから運転歴で言うとね、そんなまだ立ってないから、そうですね、怖いですね、毎日走ってんの？いやまあたまに走るぐらいですよ、だから急にアメリカは本当、ね、いけん必要ないもんね、あんまりね、普通に結構遠出することも多いんで、うん、トミーだけが運転するときついなっていうのもあって、あ、うん、俺ものほほんとしてられないと、寝てる場合じゃねえぞって、うん、っていうことで撮って、本当にね、そうタイムズみたいなさ、レンタカー会社がさ、はい、って地下にあるわけよ、はい、そっからさ地上に出る瞬間めっちゃ緊張するよな、あーそうかそうかあるね、フランスのな見てさ、で景色なんて見てる余裕ないっすよね、ない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 、まず標識読めねえんだからそうかそうですよね、うん、今はさナビがあるから、ナビがあるから、うん、直前までもう地図でやろうとしてましたしね、最近まで地図であるからそんなもん行ったらなんとかなるから、確かになるかな、なってる人ではあるから、だから2人で行ってくればって言うだって こっから俺らはどうしよう始めたんだから、この年から確かにな、でもなんか旅行に海外旅行に行けば意外に確かに取れたが高いかもしれないよ、なんかトミーだけヨーロッパだったら僕指示出せるんで、うん、そういうことね、いやまあでもその場合は来てもらいますけどねこっち側に行ってなんでだろう、俺その来てもらいますけどね、その場合は絶対に来てもらいますけどねそのまあでも確かにそういうまあ、うん、ちょっと難しいさですね、うん、そういう構造があるわけだ、旅をするってなるとさ、きっちり旅として見せようみたいな、うん、だから何かあったらちょっとあれだよなってみたいな考えがあるけど、うん、我々の場合多分ね、日常を旅という一週間の中に置いてったら、もう毎日いろんなものがどんどん出やすくなるっていう、なんかそういう意味での旅をするっていうことだったんだろうなと思う、旅自体を見せるというよりも自分たちの思考を柔らかくするっていうか、で一個その企画を立てといて、その中での脱線というかハプニングを拾っていくみたいな、そう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 、でそれは絶対出てくるんだよきっと、多分見る側の心理としても、その枝に逸れていても、はい、この人たちはどっかに向かってるんだっていう前提が我々見る方にあるから、寄り道して無駄ろくでもないことやってても見てられるんだよ、はいはいはい、確かにろくでもないことだけをメインだと思って見てられないはずなんだよ、目的そう、ね、線だけ決めて、線だけきっちり決めて、でしかも何でもありにしてますもんね、それまでも飛行機が出なかったらもう出ないんだっていうやり方じゃないですか、まあね、他の人はそれ楽だとは思わないけど、心臓ねこのね爆発しますよ、あれは、そんなことないよ、
じゃあ誰が責任取んだよって言ったらお互いなすりつけるから。いやいや、その絵よく見ますね、なんかそのお前だろうって言う、お前が行きたいって言ってたからだろう。でそこでまた一周取れちゃったりする。あ、確かにね、一周取れちゃったりする。そうね、そういう話をするとまたなんかそれだけでも面白くなりそうな気になってくるもんね、なんかね。いや俺じゃねえだろう。そうそうそう、そういうキャラクターがもう立っちゃってて、確かになすりつけ合いするんだろうなと思うと、それでも見てられるっていう気持ちがさ、その視聴者のなんかそういうなんか刷り込みっていうのがね。うわ、俺らコンビじゃねえし。確かに。いや役柄が別ですからね。それ俺を選ぶと何にもしないですよ。いやいや、それ言っとく。何もしないですね。そうそう、君たちがさ俺と組んだってさ変化はないよ。いや、こういうので自分のデメリットだけ喋る人います。そうだよね、俺と組めばこうだよって言って。いや、だってなら分かるんですけど。そうでしょ、俺もだって君たち一緒にやって、はい、なんか発展的になっていく気もしないから。そう。でもこういうことを本当にさ言う人いないよね。いや、だから面白いですよね。今びっくり。面白い。でもこの人が何を出すかはちょっと気になりますけどね。そうなのよ。それはあるんだよ。だいたいさ、こうそういうこと言われるとさ、いや俺だったら何ができるかなっていう思想になるわけですよ。いや俺に戦略だ。もうだからダメだよって。これ非常に珍しい。そう言ってるけどさ、だって組んでらっしゃるわけですもんね。30年間もね、はい、一緒にいるんだよ、はい、何もしないわけないじゃない。何もしない。まあそうは言ってもらう。だこの人がなんかやりだしたら乗っていくってことある。だから面白いから乗っていくわけだよ、はい、ね、そういうことあるんだよ。あるだから、いいパートナー感が出てきますね。そこはいいパートナー感が出てきますね。そうだと思う。この人がいてすごいのはやっぱ思想がちゃんと形作られていくっていうものがあるんですよ、うん、面白いことやりましょうよっていう時のアイディアとかを普通は交換すると、はい、確かにあるんだけど、それよりかはこれを我々がやっているこういうことっていうのはこういう意味合いがあるんだ、うん、これは世界にとって今我々はトップに立っているんだみたいなことをこの方は、それを後で論理立てするんですよ、この人は。この人が今断ったじゃない、明日役に立つわけじゃない。ただこれ明日何かあなた方がやった後、あなた方があの日あれやったことっていうのはこういう意味合いがあるんですよっていうのを見事にこの人はすっごい形作ってくれる。ああ、なるほど。で、自分たちがやったこと、ね、意味合い、この人のロジックによって自信を持てる。いや、だからいいんだよな、みたいな。そうね、そう。それ嬉しいですね。それ、その力は、それがすごい。これ多分30年間、俺に励まされてると思う。そうそうそう。萩本欽一さん言ってたよ。テレビは勇気だ。勇気だけど、勇気は、それをなんか与えてくれる人がやっぱり必要なんだと思うんですよ。で君たちがそれが必要であれば、それはいつでもね、それはいつでも役立てると思うんだけど、うん、ただ最初は何にもしないよ本当に。いや彼こうやって言ってるけど、そんなことない。そんなことない、そんなことない。30年前やってるんだから。僕はもう固まりました。僕はもう固まった今、はい、僕は嬉野さんです。そうでしょ。でも今嬉野さんのプレゼンしかなかった。だからプレゼンしかないから。藤村さんの言ってること聞いても嬉野さん、それはもう藤村さんの信じちゃってるから。もうそれはもうあるから今。僕はその出る側としてむちゃくちゃにされるのはワクワクするんですけど、多分なんか企画とかを考えたりするのは好きなんで。そっちの自分もあるわけよね。そうなんです、はい、そっちだと、ね、多分そう今の答えになるかなっていう感覚ですね。もちろん間違いで簡単とは仲良くなれると思う。仲良くなれない人いなそうですけどね。全員好きなことないんだよこの人。なんですそれ。そこが違った。そこが違った。今違った。まあでもシンプルにあの編集のものに出てみたいみたいな、うん、多分全員、うん、日本国民のそのね、そのこういう前に出る仕事の人は全員思ってるやつはあると思うんで、うん、出れたらなって思うとそっち選んじゃう気はしますね。なんかそれはそうだよ。あの嬉野さん随分後になって力強くなるから。最初はそれは俺の方がいいと思うよ。エンジンが俺最初に随分番組の形は作ってるよ。作ってる作ってる。まあ2人セットだと最強だと思う。それはそうですよね。それは選択肢であったんですか。それはそうなんですよね。でもそうで2人セットするとどうでしょうになっちゃうよ、うん、そうですね。全てどうでしょうになっちゃうね。なっちゃうですもんね。